そのままやろう。お、間に合った。超ギリだ。マイクチェック大丈夫ですか？1番。ああ、マイクチェック。マイクチェック。多分大丈夫。大丈夫ですか？2番。やりますか、じゃあ。目つぶっちゃったかも。マイクチェック。2番席入ってる。マイクチェック。これどこっすか。始まってますか。始まってる。ちょっとなんとなんという始まり方ですか、これ。なんという無言スタートってそしてマイク入ったまんまのスタート出ましたね、エービック感が。とうとう開けてしまいましたね、 FM ギノワンのパンドラの箱。はい、今週も始まりました。ひょんなことから映像制作会社 A びっくり知り合った4人のメンバーがお届けするドタバタトークバラエティ、 びっくりラジオ。この放送は毎度おなじみバナと人々サンチェスの今日は3人でお送りいたします。はい、はい、12月1日第61回放送のタイムシフトはこんな感じです。8日ですね、今日。あれあ、ごめん、間違った。8日第62回放送ですね。台本が間違えました。そうか、ごめん、今来たからさ、私すいません、リスナーの皆さん、うん、はい、今日のテーマは58です。はい、沖縄にある国道58号線沿いにおすすめのお店があるんです、うん、58だからゴーヤを連想するのは沖縄出身の人だけですか、などの58にまつわる話やふつおたなどコメントやメール募集しております。7時20分頃にはスポンサー紹介、今週もお得情報や裏話が満載です。7時35分頃からはバナの月一コーナー、うん、今日もやるんですね、うん、続きやる。今週も続きがあるそうです。数々の CM 音楽を手掛けるバナが独自の視点で音楽や音の世界を楽しくご紹介。7時50分頃からのエンディングでもリスナープレゼントやこの日の投稿の MVP を決めるびっくり賞等、最後までお楽しみが満載です。はい、番組へのリクエスト、コメント、感想はメール avic@fmginowan.com avic@fmginowan.com までお願いします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送のリッスンラジオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンのホームページをご覧くださいね。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション、有限会社 AVIC、 片悪解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りします。はい、それでは AVIC ラジオスタートです。はい、始まりましたよ。ジングルやっぱ大丈夫かな。いや作り直そう。大丈夫だと思います。大丈夫かな。はい、一応オリジナルなんで何ですか？かなりアホ感丸出しだよね。うん、うん、バカっぽい。あの収録の時本当に楽しかったんだけどこれ撮ってよくよく聞いてみたらねなんだこれってなるよね。絵が面白い、なんか絵がアホ面、本当にみんなで一生懸命真面目に顔してさ、うん、これ撮ったんだよね。そうそう
まあオリジナルですから。まあいいんだよね。うん、他で聞いたことないからね。だからもう思いっきりパクってるからねこれ。あ、そうなんだ。でしょ？あ、俺は全然オリジナルだと思ってる。本当？うん。まあいつかね、うん、あのなんとかカメラさんがスポンサーついてくれたらいいですね。うんうん、そうですね。ね。ですね。まあ今日も龍角散食べてるんでよろしくお願いします。今日も龍角散。いつでも食べてます。今のつながりで龍角散関係あった？いやもうここはスポンサーお願いしようと。そっか、いろいろとお願いします。バンバンアピールしてね、うん、そう一応エイビックラジオスポンサー募集してるんですけど、うん、何気にね、うん、そうです、そうなんです、ぜひぜひ、ね、もしなってほしなってもいいよっていう人がいたら、うん、今日のスタートの始まり方でお願いできないですけど、いや毎週聞いてる人がね、あれは事故ですよ、もはや今日の始まり大丈夫、びっくりしましたね、ね、初めてじゃないですか、うん、ああいう始まり方、うん、まさか7時だとは思わなかった、いや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 てっきりね、私バナさんもあの用意してるもんだと思って、だから席離れてるのかなと思ってたら、うん、無音しかも無音始まりもじゃ新しいからね、うん、おまあまあ、うん、たまにはあるけど、まあまあまあ、うん、一応今日本当は私来れないはずだったんですよね、うんうん、そうですね、そう高見もお休みで、ね、私ちょっと今日うちなナンバーワンのロケがちょっと夜遅くまでかかりそうで、うんうんうん、本当は2人でやる予定、そうです、一応今日シナリオもね、うん、いろいろ一人で台本作ってきたんですよ、あ、本当？一人三役やろうと思って、すごいね、ひとみんがカポエラをやってるっていう話と、うん、高見が喋らないっていう設定の台本を作ってきたんですけど高見喋らない、高見はずっとあの顔真似をしてるっていう設定で、まあ俺が一人でそれぞれ3人やりながらツッコミ入れたりとか、うん、っていうのやろうかなと思ったけど、うん、お蔵入りです、マジか、あれそれ見てみたいかも、もし今度ね、うん、またバナさんと2人だけの機会があったら、うん、だからね、それカポエラ瞳をカポエラ瞳カポエイラーわかる、わかるわかる、わかるけどこれさラジオで伝わるかな、いや多分一応会話のあれだから、うん、まあ、簡単に言えばあの高見の、うん、モンモン妄想曲のなんか会話バージョンみたいな、うん、会話バージョン、一人でずっと会話してる感じ俺がひとみんを俺が演じてひたすらカポエラで、はいはい、相手の顎を砕きたいっていう話、あ、なるほどね、あ、声で想像させる、そうそう、そういうのをちょっと作ってきたわけ、ラジオってもともとそういうね、そうでしょ、想像させる、うん、そうですよ、エンターテインメント ですからね、ラジオは想像ですね、今開いちゃった、これずっと言いたかったんだよいいこと言ったごめん、ちゃんと聞いてなかった、おいまあまあまあ、うん、今日のテーマ58ですね、58なんだそれって感じだね、だから前回がビンゴだったから知り言っておいて、前回もひどかったね、ビンゴっつったらさ、はい、この間ここでビンゴの話しますいやいや、これ話したちょうどタイミング的にね、なんすかなんすか、あのテーマの後忘年会あったじゃないですか、 FM 技能の、 FM 技能、あ、そうだ、あったね、で、そこでビンゴゲームがあったんですよ、うん、いいはずあったんですよ、はいはい、あれが、うん、私10年ぶりに当たりまして当たった、当たった、当たらないっていう話をしたばっかりだったのに、うん、何何、シャンプー、シャンパン、シャンプー、あ、シャンプーごめんね、シャンパンじゃなくてシャンプー、何それは、シャンプー、あのクレンジングシャンプーって言って、はい、あの普通のシャンプーとは違って、こういう頭皮の汚れとか、うん、あとこうヘアワックスとか、うん、綺麗に落としてくれるやつなんですよ、はい、結構私ロケとか撮影で髪の毛カチカチに固めることがよくあるから、はいはい、欲しかったの、あ、欲しかったんだ、欲しかった、なんか嬉しくてバリバリ落ちる、落ちる落ちる、でも大丈夫それ、ん、その皮脂までなんか頭皮の全部落とし尽くしてハゲるとかない大丈夫ちゃんと保護してくれる、保護してくれる、うん、俺の弟はそれでハゲたって言ってた、はマジ、ちょっと薄くなったホラーって言ってた俺どんなよと思った自慢するんだそのホラーって言われても自慢するもんそう、だからその当たった、しかも当たったのと同時に、うん、あ、同時にって言ったらいいのかな、あの私よその場で、はい、余興で歌ったんですね、なんかありましたね余興、うん、で私の歌声を聞いて声をかけてくれた方がいたんですよ、はい、その人が大城智也さんって言って、智也さん、あの有名な方、うんうんうん、歌もすごい上手な方らしいんですけど、うん、はい、私まだその時初めましてだったんですよ、はい、実は知らなくて、でも実はあの FM 読みたんでパーソナリティもやってて、はい、で私そこにオファーかけられてたんですよ、うん、出演のオファーですか、うん、なかなか出られなくて、うん、はい、でその大城智也さんはその人だとは思わなくって声かけてくれて、うんうんうん、でその人と隣で喋ってたら、はい、まあ、ビンゴが当たったんですけど、うん、はい、同時に智也さんも一緒にビンゴ当たって、ほう、2人で
プレゼント選びに行った。トメさんリンスとか。リンス？ヒトミンシャンプーみたいな。そういうわけではない。細かく分けた。あそこまで細かくないですか。シャンプーしかなかった。トメヤさんはチンスコ？うーんうーんうーんって感じだな。どれがいいですかって聞いて、あのちょっとね、あの目が少し、見えない方なので、うん、あ目見えないの？そうなんですよ。だから何がいいですか、何々がありますよって、でノンアルコールビールとシャンプーと、はい、あとなんか CD とでチンスコがありますって、あチンスコっつってから可愛いな。チンスコチョイスなんだ。そうそうそう、チンスコっつってすっごいね、優しくていい人だったんですよ。サウロお兄さんがハートフルシンガーのともやくん、あ、そうかもしれない、そうよくね、イベント、沖縄のイベント、うん、そうなんだ。でピアノも弾けるし、ギターも弾けるし、すごいね、うん、すごい方だらしいですよ、今度もしかしたらコラボするかも。あーいいね、楽しみだ、楽しみだね、ね、なったらいいな。チンスコの歌とか作ったらいいんじゃない。チンスコの歌どうでも良さそうに言ってるし。いやいやいや、いろいろコメント来てますよ。はい、来てますね。おしぐなさん、ジングルも面白い。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ジングルもってことは他も面白いってことかな。オープニングも面白いって言ってたよ。あ、嬉しいね。よかった。これは銀の蛍さん。銀の蛍。はい、野の中の銀の蛍さん。野の中の銀の蛍さん。はい。おしゃれな名前だな。だからね、野の中の銀の蛍さん、おしゃれですよね。なんかの川柳みたいだな、ね、だからバラさん、サンチェスさん、はじめまして、忘年会以来のひとみんちゃん。はい、忘年会ではお会いしたことあるんだ。そうなんです、お会いし来ましたね。二次会でもほう、うん、一緒でしたよ。お酒飲まずに、ずっと一緒に俺も話したいてくださって、あ、千葉のバナさんは喋ったかな。俺二次会行ってないかな。行ってないから、うん。二次会大事だね、こういう時。大事ですね。なんかホタルっぽかった、なんか。あね、あのね、おしゃれな雰囲気漂ってましたよ。なんか随所光ってたの。光ってた。ケツが。ケツがって言わない。ケツとかね。あ、でも、でもなんかあのホタルっぽい雰囲気はありました。ホタルっぽい雰囲気ってどんな人よ。怖さよ。あの日本語苦手なんで表現力が、分かってるあったら分かります、なんかこのラジオネームにぴったりな印象の方、おしゃれな感じだ、ね、おしゃれな風情ある感じ、いいね、お会いしたいな、ありがとうございました、二次会であらららありがとうも言えなくなっちゃったパタパタしてるね今日も。そうなの、もうロケがね結構意外ときつかったんで。今日モノレールのやつだよね。そうです、全部回ったんだね。はい、今日はモノレール駅のイルミネーションデコレーションの、あの調査でして、そのナンバーワンを探す、あ、これって各駅でやってるの、イルミネーション。そうなんですよ、全部でやってる。全部、へー、そうなんだ。それぞれの駅の社員さんが、はいはい、あの盛り付けして、盛り付け、盛り付け、飾り付け、盛り付けをすると女体みたいな。今日はクリスマスの盛り付けでもするかっつって新しいな、飾り付けね、飾り付けそうそう、なんかね、クリスマスツリーを使って飾り付けしてくださいっていう、今回はそういうテーマがあるみたい、毎回そういうテーマがあるみたいで、はいはい、で今回はツリーを、もツリーがもうやっぱり一個一個、はいはい、あの各駅にあるんですけど、本当にいろんな駅ごとの、そう色とか、その駅にちなんだ、土地に、地名にちなんだ、はい、あの物とか使ったりとかして、面白かったですよ。セルラースタジアムとか使ってる人も。セルラースタジアム、あそこの駅はいつも凝ってるかもしれない、ね、あっちは何でしたっけ、オロクかな、オロクだったかな。セルラースタジアムの目の前にある駅は、はいはい、ちっちゃい模型バージョンが、手作りの、しかもクオリティ高いんですよ、好きな人いるんだじゃん、あれ毎回、あの毎年やってるみたいなんで、17日まで、でこれ投票受付、まだいけるな、そう、投票受付してて、でちなみに自分が選んだやつがあの1位だったかな、なんか選ばれたら、景品がもらえるらしくて、その景品がこちら誰これ持ってきたんだ、これモノレール、もらっちゃった、ね、なんだっけな、なんか星のカービィみたいな、だからね、かわいいの、あ、これはモノレールのキャラクターってこと、名前はなんだっけな、おっとこらこら爪が甘い、なんかゆいちゃんだったかな、あ
ゆうちゃんだったかな、頭に M って書いてある。ゆっぴーだ、ゆっぴー、本当にゆっぴーか、ゆっぴーだ全然違うよ。そんな感じの名前で、あ、これくっついてんだ、ケツに、ひとみんの。そうなのよ、あ、これ伸びるんです。伸びるんだ。伸びて、しかもこれさ、小物入れになってるし、うん、後ろの方には入れるの、定期券みたいなやつ入れるの、今聞いてる人どんなキャラかわからんよ伸びたとか頭に M ってついてるとか想像で伝えるラジオ、ラジオは想像で伝えるから、ラジオは想像です。そうそう、これね、口がハートになっててね、とっても可愛いんです。腕が4本ある？4本、いや、これ足ね足ね、足と手ね、はいはいちょっとタコみたいに見えるけど、ちょっと可愛いね。そうそう、これが4名様ももらえるらしいんで、4名のうちの1人に当たった。そうそう、あ、私はもらっただけ。今から、あ、今から、うん、スタッフのほかまさんって方にもらった。いいね、中に何が入ってんのこれ？んこれ、夢がいっぱい入ってる。面白い、ま、た面白い丸ボロとライターと、はい、見えるの？入ってないよ何もでそこ突っ込んで丸ボロ突っ込んで丸ボロ？なんだっけ丸ボロって。おい、あら、そうなんだ、タバコよ、突っ込みようがなかったわ。丸ボロ、タバコ吸わないんだ。あ、今ので分かったや、うん、あ、この人引き喘者だと、うん、タバコは体にガンですよ、うん、タバコは体にガン、そうです、皆さんやめてくださいですよじゃあ、はい、曲いっていいですか。おー、はい、イルミネーションにぴったりのネーミングですね、うん、はいはい、うんうんうん、ダブルBの新曲ですよ。おお、フォースシングルのキラカラです。いいね、チェケラ。これこれ、毎週流してます。サロニーさんがなんかおかしくなってる、はい、おかしくおかしくえ、いつもじゃないの、まあ、いつもおかしいけど、まあ、いつもおかしいけど、何に反応したと。わかちこわかちこ、トモタルさん、頭が光っていたよ、モーミーさん。あー、うまい、そうそう、モーミーさん。あ、モーミーさん頭光ってんだ。光って、光ってた、光ってた、光ってた頭光ってるわ、光ってるわ二次会でさらに輝きが増してたね。油でってこと、うんうん、うんだあのね、モーミーさんが手いきなり取り出して、うん、何するかなと思ったら、頭に手をさ、うん、私の手を頭にこうやって、うわー、何それ、どういうことで、わー、わーと思ったら手がテカってんの。いやだ、ホタルさんや、本当にいやいや、ホタルさんじゃないですよ、世の中の銀のホタルさんじゃなくて、モーミーさんが、これ多分もうごちゃごちゃなってるもんテカってたから、さすがに、あ、モーミーさんごめんなさい、これテカってます拭いていいですかつって拭いてからやばい攻撃だな、それ精神的にやられそうだ毎回やってるのかなと思いました。なんか久高まりさんにもやったし、わお、あのマーミーさんにもやったらしいんですよ、うん、だから久高まりさんは拭かなかったらしい。拭かないんだ、うん、舐めたりとかそこまではしたそれなんかポテチ食べた後の感覚みたいなチョポチョポみたいなそんなんではないんだ。どうする、マーリーさんがそんな味付いてる、前と俺はありだと思うけど新しいって逆にこう、そうだ、マーミーさんさすがです。いや、楽しかったみたいね、ケインさんも。ねえ、あ、ケインさんも忘年会、笑いが止まらないほど楽しかった、ね、楽しかったですね、うん、ケインさんも後ろに、あの、そばに立ってたんですけど、うんうん、当たりましたよ、ケインさん、うん、ナサロお兄さんが変なフォロー入れてるけど、何、モーミーさんは優しいよ何のフォローかちょっとよくわからないんですけど優しい人が油塗るかないや、多分なんかそれで人間性を測ってたりするのかなとか、やっぱ私は深読みしちゃうんで。あー、なるほどね、うん、多分ひとみんだけじゃ舐めなかった人はあの、マーミーさんはこうやってやってすぐにえぇーってやったって早速ビンゴゲームでクリアフリー当たりました、ケインさん。あ、みんな当たるね。当たってましたねシャンプーにチンスコーにクリアフリー、うん、一等は何だったの。一等とかなかった、うん、はい、うん、選んで、選んでっていうやつ。ブランデーですか。ブランデー、ごめん、滑舌悪かった。どうしたの、酒飲みたいんですか酒飲みてよ。選んでいくスタイル。あ、選んでいくスタイル、選んでいくスタイル、ブランデースタイルって聞こえた今、ね、聞こえたでしょ、うん、ブランデーいくスタイル。一等ブランデーってどういうあれよと思ってなあ、サンチェスさん、だから寂しかったですよ、忘年会。やっぱりメンバー揃ってないと。そうだね、ね、宣伝もしたかったね。今までこういう機会でメンバー全員揃っていく機会ってあんまないよ、ね、うん、ないですね、まあ、なかなかスケジュールが難しいから、ね、そうだね、本当は行きたいんですよ。一人でしたもんね、高見が。そうだ、前高見が代表して行ってくれたんだ、ね、あと30秒、次
今田さんスタートでお願いします。全部読めたのか。じゃあほぼほぼ読めてるとは思います。こんばんは、雑草です。サオロリーさん雑草なんだ。今日は雑草なんです。はい、次はスポンサー紹介のよろしくお願いします。今週はエイビックの紹介は、はい、余興ビデオですね。ですね。まあ、忘年会の季節なんですけど、はい、今また今年も恒例の丸戸義富士さんの、はい、お余興ビデオ出た。みんな大好きなんつってね。はい。なんつって？もう本当にあの人たち。何なんでしょうこの情熱はっていうぐらいの。あ、やっぱそこまでかけるんすか。かけるかける。へえ。もう本当にね、絵コンテから自分たちで作ってきて。おお、すごい、うん。毎年毎年こう流行りのものを取り入れて。うん、だいぶ手が込んでますね。そうそう。今年ピコ太郎。絶対入ってると思った今。絶対あると思った。いろいろね。はいはい。来るわけですよ、はい、去年は進撃の巨人盛り込んでるね。あの合成使って、はい、あの会場ラグナガーデンホテル宜野湾城、はいはい、だったんですけど、うん、それに合成してこうバーンつって好きだね、こういうのっていうのを今年もやってるので、はい、かなり力入ってますよ、うん、これってどっかで見れるんですか。あ、どうしようかな。もし公開していいって言うんだったらしてみようかな、まあ、こういう感じでできますよみたいな感じになるんじゃないですか、ね、っていうのがあるので、はい、まあ結婚式の余興ビデオとかだけじゃなくて、はい、こういう企業さんの忘年会新年会、うん、各行事の、はい、ビデオですね、余興のビデオもいろいろ撮影から行ってますので、はい、ぜひよろしくお願いします。以上、スポンサーのコーナーでした。次、CM でーす。はい、チャレイ。びっくりラジオ足玉菜だお入ってたね、今入ってるんですか。入ってたね。入ってるじゃん、足玉菜行っちゃったしなんだこいつだと思われますか。特に今日聞いた人足玉だみたいな。しかもおっさんがなんすかおっさんみたいな。いや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 覗き見してる人みたいになってる。俺おっさん、まだおっさんじゃないですからね。俺はまだまだ俺お兄さんだと思ってますよ。やばい、今の面白かった。ちゃんとしっかり入った。マイクの入りがわからんな。ごめん、今の お風呂の明日です。また行っちゃうからな俺こういう時に。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。足玉菜ではなくサンチェスでございます失礼いたしました。ちょうどね、ジングルに入ってないんだよ、あれ、本当は。本当はないですよ。マイクが入っちゃってた。ただ俺がふざけたのが入っちゃったっていう。足玉菜だお。なんか最近ハマってるんですよね、自分の中で。ね、何かやった後、ちょっと足玉菜だおって付け足すっていうマイブームがあって。アホだよね。本当にアホだね。ね、そっからの発想で、うん、ちょっとふざけたバージョン、うん、ジングル取ろってなっちゃったんですね。もう全体的にふざけてますけど ね、 ねうちのラジオはそうだけど、ふざけてないとね、うん、そうですよ、びっくりラジオじゃないっていう、うん、ふざけていきましょう、うん、ふざけて真面目にいきましょう、うん、で、今日のテーマ58なんですけど、うん、全然語ってないっていう。58でもいいし、ゴーヤーでもいいし、まあ、58? 私58といえば、うん、私マイク入ってます。大丈夫ですか。入ってますよ。入ってる、ごめん。よかった、はいはい。私にとって58といえば、はい、ウエストのサイズです。理想のってこと。うん、私のってこと。理想っていうか、あのよくさ、うん、モデルさんとかで、うん、ウエスト58っていう人が多いじゃないですか。いますね、はい、書かれてる人が、はい、で、私思うんですけど、うん、思うんですけどっていうか、クレームですかこれは。
あれね、あ嘘だよ嘘だよ嘘ですよ。だって、うん、実際58ウエスト58って、はい、みんながみんな58だったら大変になるんですよ。なんでかって言ったら骨盤の大きさがやっぱり人それぞれ違ってて、はいはい、骨盤が大きい人がウエスト58って相当もう折れる、ギューってなってるってこと、うん、バランス悪いんですよ、はいはい、で私骨盤大きくて、はい、で一時期58目指してたんですけど、うんうん、どう絞ってもいかないんですよ。無理なんだ、うん、60が限界で、それ以上細くしたらどうなるんだろうってへこますじゃないですか、うん、いやいやこれちょっと健康的じゃない、これはまずいぞと、うん、全然あの女性らしくないっていうのかな、うん、なんか固定観念か知らないけど、うん、だいたい58とか そういう意識があるさ、うん、男性にもあるある。60って聞いたらなんか若干、うん、なんかそう数字的に太いのかなって思っちゃうのがちょっと嫌だよね。そうこれがさ女性悩ましてると思うの私うん、うん、自分のウエストサイズいくつって60って細い方なのに十分、うんはいはい、言うともう58が結構標準っていうかあのスタイルいいみたいに通ってるから、うんはいはい、男性はもう数字聞いただけで、あ、太いんだみたいな、ちょっと太いみたいな、うん、え、太いよみたいな言われる時あったんですよ、うんうん、いやいやいや、十分頑張ってます、怒り狂っただろ、その時見てとか言ってさ、あ、ちょっと待って、ちょっとダメ、これこういうことなるのなんかこういうことなるのだから、ね、こっちは興奮して、じゃあ触ってみろよって言ってしまうんですけど、うんうんうん、まあ、触らせないですけど、ね、俺が代表して、あ、うん60でも大丈夫ですよっていうのをちゃんと皆さんに知らせた方がいいんじゃないですか。うん、うん、あ、どうやってなんかどうやってどうやってあ、自分が見せるってこと。いや、俺が触ってダメでしょまあ、こういう感じですよっていうのをちゃんとリスナーの皆さんにお伝えしないとうん、なんかブーイングマーク来そうだな、ね、まあ、やばかったからな私。あ、そうだからね、あの Facebook のライブ動画流したらね、怒りマークがたくさん、俺の顔が出た瞬間怒りマークっていういや、遊ばれてたんですよ。逆に楽しくなったけどねどんだけ飛んでくるんだろうっていう止まらなかったですよね。ね、止まらなかったね。だからね、そうだからウエスト58、はい、あれはありえない数字です。相当細身じゃないと、うんうん、無理ですよ、あんな数字じゃないですよ、皆さん。平均、だいたい平均62、3、うん、あ、そうなんだ。だいたいそれぐらいですよ、一般的なの。はいはい、うん、俺はどれぐらいなの。え、わかんないけど。あ、わからない男性はわかんないけど。80縫う柄とかですか。嘘、そんなにあるの。そんなにないっしょ。ないでしょ。俺あんまりジーパンのそのウエストとか見て買わないわけ。うん、履いた感じでよしって買うから。あ、じゃあ毎回試着するんだ。毎回試着する、必ず。おお。たまに試着しないで買ったらなんかケツ出てたりとか、はみ出るからケツ出てたり、このうんこ座りとかした時にその短いやつ。そうです、短いです。ヤンキー座りができないんですよなるほどね失敗したなっていうのが多々あるから、まあ、必ず履いて、履いてっていうのをやってますね。あ、でも、うん、パンツ結構ね細身だからね、サンチェスさんが履くズボンって。うん、そうだね。ね、だから履かないと。まあ、でも履くかな、私も試着する方だな。うん、試着した方がいいですよ、ね。あ、コメントたくさん来てますね。いっぱい来てる。サロお兄さん、触りたい間違いない、間違いない間違いない。触りたい人 FM ギロワン集合だったらみんな来るんじゃないギャラリーワンサカするんじゃない順番待ちみたいな。あ、マジしないしないしない、しないしないんかい。するわけないさ。まあ、ゴーパチってことで。そう、ゴーパチ。まあ、ゴーパチの歴史を調べてきたんですよ。あ、そうなんだ。もう何回以上悔しいんですよね、うん、ゴーパチって聞いたら、うん、もうこの国道の58号線とか、うん、ゴーヤーとか、まあね、かりゆしゴーパチとか、うん、そういうのしか連想できないわけ。そうね、沖縄といえばっていう感じです。なんかそれがちょっと悔しいっていうのもあるんだけど。なんで、まあ、なんか悔しいさ、うん、もっといろいろ連想づけたいさ、うん、5と8足して13で不吉だとか。ああ13といえば金曜日のあジェイソンあとか、はい、ゴルゴ13とか、なんかそこまで俺は繋げたかったわけ、いろいろ。でもパッと見考えたら、うん、58って58号線以外俺は出てこなかったわけ最初そうだよね。だから、まあ、ゴーパチの歴史を調べてきました。はい、まあ、ゴーパチスタート起点が鹿児島県鹿児島市、はい、え、終点が沖縄県那覇市の明治橋ってことになってますね。へえ、そうなの。らしいですよ。糸満まで行ってるかと思った。糸満、ね、あ、行ってるかもしれないです。あれで、総延長が全国2位で 880km、 海上区間が 610km あるって。うん、海やんみたいな。うん、え、あれも数えるんだ。数えてるみたいです。はー、バーってもう鹿児島から沖縄まで全部ブーって、うん、線が引かれてる感じです、海の上まで。そうなんだ。ほぼ海っすよ。ですよね。
沖縄県で唯一の片側三車線道路、うん、で九州沖縄通じて、うん、交通量が最も多い道路って、やっぱそうなんだ、どうにかしてこれマジで、もう凍ってたもんだって今日ね、うん、でなんか嘉手納町の、うん、あのヤシナ幹あるじゃないですか、うん、嘉手納基地の、はい、あっちが日本街路樹100景に選ばれてるそうです。へえ。とか、まあ、沖縄返還前はその米軍が整備してて、うん、ハイウェイナンバーワンと呼ばれてたって、ハイウェイナンバーワン、まあ、うちのナンバーワンみたいな感じで、ね、ハイウェイナンバーワンいいんじゃないですか、新しい番組、うん、ハイウェイナンバーワンいやパクリでしょってなるんで、まあ、当時はその緊急用の滑走路としての利用も考えられてたりとか、うん、で1952年から、うん、琉球政府発足後は、うん、琉球政府の道路法に基づいて、うん、政府道1号線に認定されたと、うん、それが那覇から読谷、いや国頭から読谷までですね、うん、が政府道1号線で、はい、那覇から読谷までが、うん、この軍が管理する軍道だったって、うん、で1972年から、うん、その軍道の管理が琉球政府へ移管された後、うん、もなんか名残で1号線と呼ばれてたって、うん、で沖縄返還からも国道58号線に変わったらしいんだけど、うん、軍道、はい、政府道、うん、国道っていう、面白い歴史をたどった道なんですよ。そうなんだ、すごくないね、ゴーパチってすごい、あんまり一応考えたことないさ、うん、ない、歴史とかも調べないし、うん、初めて見ました、まあ、道についてそんなに詳しく知ろうとは全く思わないけどね、前よりだいぶ通りやすくなったんですよね、ゴーパチは、うん、前カーブとか多かったんですよね、あ、そうだよね、昔は、うん、へえ、らしいよ、そうなんだ、うん、いい、ありがとうございます、相当混んだでしょうね、だいぶやばかったんですよ、ね、ありがたいね、ところね、ゴーパチあれってよ、そういえば今3車線だけど、うん、もう1車線増えるっていう噂があるけど、あれ本当かな、増やしましょう、出てますよね、浦添のあたりに、あ、じゃあこれから増えるってことですか、そう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 、4車線、ありがたい、だからね、絶対増やした方がいい、早く増やしてほしいね、絶対増やした方がいい、うん、今日事故がもう1個事故があっただけですごい進まないからね、ね、うん、でもそうなるとね、立ち退きするしなきゃいけない場所も出てくるってことですよね、うん、まあ、その辺は結構大変、ね、立ち退く人もいればね、動かない人もいるだろうし、ねね、地元の人は結構大変だったりはすると思うけど、うん、まあ、俺は喜んで立ち退くけど喜んで、ありがとうございますって俺たち家の前も、うん、その道が、うん、その拡張工事で、うん、広げられたんですよ、もともとめちゃくちゃ狭くて、うん、もう畑道みたいな砂利道で、うん、でもアスファルトも舗装されてなくて、うん、1車線しかなかったんだけど、うん、まあ、だいぶそのなんていうんですか、立ち退きとかあって、うん、広がったのはいいけど、うん、俺たち家の横で、うん、立ち退きが終わるっていう、お非常に惜しくない、あれで俺たち家は残ってるんですよ、あら、俺たち家の周りが道が2車線になったりとか、はい、綺麗に舗装されてんだけど、うん、でも立ち退いた人はね、うん、なんか立派な家を、あ、なるほどね、そうそうそう、いいなと思って、あ、そっか、ちょっと それだけ補助が入るから、そうそう、補助がやっぱり立ち退きだから、うん、いいなと思って、おうちはもう築35年ぐらいなってるから、うん、やっぱりね、建て替えたいさ、新しくしたいじゃん、大きいですよね、結構お家ね、うん、平屋だから、うん、2階に憧れてるから、うん、階段登りたいわけ、うん、2回めんどくさいよ、うんうんうん、住んだことあるけど分かってないな、いやいや、お前こそ分かってないな分かってないな、あら、ロマンを分かってない、平屋がいいよ、いやいやいや、階段が欲しいっ て、いやいや、あのそこにね、うん、あの女性入ってきたり、うん、同棲とかしてみ、女の人が大変するから掃除、そうか大変だったよ、いや掃除俺がやるし、掃除好きだし、おお、それはいいねでしょ、うん、じゃあもう一生掃除して、一生掃除しとけみたいな一生掃除しとけなんだその言い方は、ごめん、なんかちょっとじゃあ一生掃除しとけよみたいな、バケツくなっちゃった、なんかわからんけど、いや、だって2階建て大変だったんだもん、あ、2階建てだったんだ実家は、うんうんうん、あの一時期ね、あ、一時期、そう、2階建てに住んだことがあって、うんうん、いや、もう広いし、うん、いいね、追いつかないんだ、広いし、もうやっぱ広ければ広いほど大変ではあったけど、ヤシがあれだよ、階段の下とか、うん、利用できるさ、あー、うん、あの収納、そう、収納、なんか荷物置いたりとか、うん、ちょっと閉じ込めたりとかやりたくない、ちょっと、あー、男の子は好きそうだな、うん、好き、なんかアジトみたいなの作って、はいはい、あー、いいね、よくないですか、いいね、大人になってもそういう遊びするの、うん、やるでしょ、するする、うん、そうなんだ、やるよ、へえ、うん、スターウォーズのヘルメットかぶって、うん、ナーフ持って隠れたりとか
やるでしょ。や知らないそんな人。やらない人が俺は知らないけど。やったことないけど。そうなんだ。でもサンチェスさんこの間なんかお家でそういうのやっ。うん、お家でサバゲー。あたしんちパーティー？あたしんちパーリない。うん。あれはまあベビーメタのそのメイトさんが、うん、まあファンのことメイトって呼ぶんですけど、メイトさん同士で集まって、うん、全員ベビーメタルの T シャツとか、うん、必ずそれはもう必須だわけ、うん、それを着てきて、うん、みんなでブルーレイでライブを楽しむっていう。へー、あ、チャンバラするわけじゃないんだ。チャンバラするわけではないあたしんちパーリないはまあファンの集まりみたいな。あ、そうなんだ。ベビーメタのファンの集いです。なんか面白そうだと思ってフェイスブックに上げてたけど、一人一個ライトセーバー持って、うん、ね、一人一個す。あれいいね。スルメと、うん、スルメゲストを食べながら可愛いお菓子も用意して。あ、一応おつまみ。おつまみも用意してね。あ、お酒なしのおつまみ。お酒ありで、まあ、ベビーメタの歌詞の中で、うん、そういうゲソが好きとかスルメが食べたい、でもスルメよりは可愛いお菓子が食べたいみたいな歌詞があって、うんうん、まあ、それに基づいてそういうお菓子を用意して、へっていう会を、すごい、去年一昨年ぐらいからやってるね。忠実に守ってやってるんです。楽しいよ。はぁ、最高だよ。いいね。いいっすよ。なんか大人になってもそういう楽しみがあるっていいね。大人なのかな。今いくつだっけ。それは言わないで、っていうね。CM 行きますか。はい、 OK、 CM 行きましょう。いっちゃるい。続きましてはバナの、ダワさん。あ、CM の後はそこしっかり言ってもらっていいですか。次はダワさん。アシダマナだ。ここでそれ使います。ここでそれ言っちゃう。今言う準備してたのにね。俺が言おうから。ゴーパチの話、ごめんね、話そらしちゃってる。いやいや大丈夫だよ。なんかいっぱい来てる。んちょっとね、番組開けたら突っ込みたい人が。でも月1コーナーか。でも月1コーナーそんなに長くないんですよね。え ?2 分ぐらいですか。そうだね、短いよ。じゃあ終わってから、終わってからじゃあコメントやりたいと思います。サワロお兄さん。サワロお兄さん、今頃気づいてますよ。お風呂入ってる。まあ、お風呂以外で考えられるものといったらやっぱりね、ローションしかない。ローション、ローションチャプチャプしかない。限定されてる。あと5秒。はい、あ、ハチさん、あ、ハチさん誕生日おめでとうございます。あ、そうなんだ。そう、昨日か。はい、続きましてのコーナーはバナの音楽は世界だわさ Z。 オンセカワサ Z、 オンセカワサ Z、 オンセカワサ Z、 オンオンイエー、オンセカワサ Z。 なんだ今のは。この音は一瞬こんな音入れたかな俺みたいな。俺もなんか俺の Z でそういうことになってんのかなと。コラボちょっとびっくりしちゃった。うん、効果音コラボしてみた。なんすか今日は。今日本当は高見のコーナーの予定だったんだけど、うん、今日高見がちょっとね、うん、そうね、何気に業界人だからない、行きたくないってことで、行きたくないんだ、うん、ということで、たまにあるよね、うん、まあ先週の続き、ジングルですな。ジングル、うん、作ってきたよ。お、うん、本当、新しいの。何ですか何ですか。高見のバージョンと、はいはい、サンチェのバージョン。わお、あれにサンチェさん曲つけてきたんで、あのよくわからないジングルですよね、うん、そうそうそう。高見の案で出来上がった。そうそうそう。高見に任せてるから。聞いた人が100%めちゃくちゃなんだよ、ね、クエスチョン出るジングル、うん、撮ってみて冷静になってみてあれってなってるもんね。、うん、なんだってなってるの、うん、聞いてみましょうか。聞いてみますか。嫌、はい、だな。どっちから先、ま、どっちがいいかな。高見で、うん、あの耳お気をつけて。先週これ音楽なしバージョンをお届けしましたね。これ音楽が世紀末風のやつがついて、世紀末風のやつが。はい、じゃあ高見ジングルいきましょう。はい。お前は聞いていて、だいぶクオリティが低いケンシロウですね。そして耳がなんか、耳がなんかうるせえな高見。いなくてもうるさい。高音がねだいぶ盛られてますけど。ハッチーさんアワビュー。
あ、言うね、アワビュー、うん、そうなんだ。そうそう、死ぬ時に言うんですよ。初めて聞いた、うん、ケイさん、そのジングルラッパリさん、え、これ高見です。区別化がなかなかできないんだからね、今。だからね。いける、うん、いやー、世紀末感出てたんじゃない。一応出てましたね。うん、うん、なんか終わりそうな気がする、うん、25% 増しぐらいで世紀末感が出てましたね。これも別バージョンがありますね、うん、もう一回聞いてみましょうかね、うん、気をつけてください、耳、うん、音量が。お前はもうえびっくりラジオ聞いている。うるせえな。最後ちょラジオって言ってますからね。そう、ラジオって聞こえるけど、ラジオってラジオだけど、うん、ヒデブじゃないんですよ、あっちさん。えー、ビク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 ラジオ、くだらな。ケイさん、あ、タツコ先輩か。誰、タツコ先輩って誰、うん、っていう感じで、うん、これ音量どうにかならない、もっと下げるか、下げましょう。高すぎる、これの時だけ少しね、うんうん、高見うるさい、高見の声なんか響くんですよね。なんだろう、うん、すごいよ、うん、まあ、特技だね、これは。そうだね、うん、で、もう一個、うん、今度はサンチェスのバージョン、はい、俺バージョン、うん、なんか戦隊ものやりたいらしくって、うん、そうですね、なんかちょっとアニメっぽいような、うんうん、特撮みたいな、うん、あ、いいね。とりあえずこれ先に行ってみましょう、ね、はい、サンチェバージョン、エイビックナンバー1は上半身、エイビックナンバー2は中半身、エイビックナンバー3は下半身、3人揃ってサンチェス、エイビックのエイビックラジオ。全然意味が分からない。中半身って、中半身、まあ、上半身と中半身と下半身が合体してサンチェスが出来上がるみたいな。今改めて聞いてもよくわからんな。だからよな。そんな言葉ないし、中半身、うん、中半身の言葉ないし ね区別つけたのが面白い。どこのポジションから中半身って読むのかもわからんし、ね。まあ、ちょっとなんかあのバギーみたいな、バギー、ワンピースの、 あのお腹だけの部分が中半身みたいな。いるね、いるね。なるほど、ちょっと分かった、ちょっと分かってきた、うん、分かった。ああいうイメージ俺は、うん、まあ、一応なんか合体ロボみたいな感じのイメージなんだけど、うん、合体してサンチェスって言ってるから、うん、ロボットでもないし、うん、人間に生身だし、ね、ただただでもいい声でしたね。だね、そうか、いい声、やっぱり3人、なんて言ってました、3人揃ってサンチェス、エイビックイラジオ、全然意味が分かるよ、4人だから、ね、もう一個の方が分かりやすいかもね。もう一個ありましたっけ、あるよ、聞いてみようか。エイビックナンバーワン、イッチェス、エイビックナンバーツー、ニーチェス、エイビックナンバースリー、サンチェス、三人揃っても一人は一人、エイビックのエイビックイラジオ。あ、まだこっちがいいですね。イッチェ、ニーチェ、サンチェ、イッチェ、ニーチェ、サンチェ合体、イッチェス、ニーチェス、ワーオ、イッチェス、ニーチェス、ワーオ。それは何、それ、それ志村。何のエロビそれ、東丸山、誰がエロビって言った。どうしてそう思ったの。ドリフ、ドリフ。企画もんかなと思った。似てない、似てなくないよ。全然似てない。いや、オリジナルが今吹っ飛んだけど。完全に一民でした。まさかここでやるとは、やってほしいなと思った。単純にサンチェスさん面白いんだもん、だって。イッチェス、ニチェス、サンチェス、うん、3人揃っても一人は一人、一人一人。全然意味わからん。で、メンバー4人だから、そして。あ、そうだね。何回も言うけど。あ、そうか、何回も言ったね。あっちさん、はい、胴体に区別したら上半身、胴体、下半身とかはどんな。普通にアドバイスみたいな。胴体があったか。胴体、上半身、胴体、下半身って感じ。そう、ケインさん一応当たってます。イッチェス、ニチェス、サンチェスが合体してサンチェスです。そのままだね。そのままです、うん、じゃあイッチェス、ニチェスは何なんだっていう。だからね、何、うん、だろう、うん、まあ、細胞的なもんじゃない。細胞。まあ、サンチェスが体を司るもので、うん、イッチェスが、うん、まあ、その体の中のドーパミンとか、うん、そういうものを司るものでみたいな、うん、でみんな合体してサンチェスみたいな。あ、何の話してるの。全然意味が分からん。いやー、でもこれという感じで、うん、来週からはこれを流すんですね、うんうん、ランダムに、うん、
ジングルとして使っていきますよ。俺新しく作っていいですか。まあ一応これも使いつつ、ちゃんとクエスチョンが出ないやつを作りたいですね。クエスチョンある感が面白くない。まあ俺は好きなんですけど ね、こういうのもいい、まあ、基本的にそのクエスチョンうんって思うのが俺好きだわけ、うん、だからあのエイビックのフェイスブックのページも、はい、ロシア語で書いてるから。だからよ。あ、意味わからんかったね。誰、ね、自己紹介、皆さんあのフェイスブックページあのエイビックラジオの自己紹介見てください。サンチェスさんだけ読めない、ちょロシア語で。まあ、ちゃんと一応意味はあるんで。そうなんだ、まあ、なんて書いてるの。謎の外人感は出てる、あの、なんて書いたかな。豚の話だったかな。豚、まあまあまあ一応調べてみてください。コピーもできないからさ、調べるのも大変でしょ。めんどくさいでしょ。そう、めんどくさくて、しかもあのね、あの通訳もないさ、なんもない機能も、うん、とりあえず読めるのはサンチェスっていうアルファベット表記だけみたいな。とりあえずこの人サンチェスなんだみたいな。もうサンチェスさんよと思った。もうそれが伝わればいいかなと思って、ね、なんだこいつだってなるさ、うん、それでいいんだよ。あ、じゃあ逆にラジオ聞いてみようとなるでしょ。まあね、全部俺言いたくないわけ。はいはい、私サンチェスはこうこうこうでこうで、あ、サンチェス、あ、よろしくプープープーみたいな。違うさ。、まあ、プーではないけど、うん、星のカービィかって。え、なんか余計分かんないツッコミされたり。プペポだった、あれなんだっけ。ポポポポペ、なんだっけ。クピプ、それはガッチャン。クピプだ、あ、ガッチャンだ。ガッチャン、プリンはどんなった。プリン、ポケモンのなんだっけ。チョキプリン。それトゲピーだから。あ、トゲピーか。前回も言ったけどトゲピーだから。あら、プリンの声覚えてる人います。プリンやってたさ、プリン、プリってプリだったっけ。わからん、スマブラのプリンしか覚えてない。なんだっけ、スマブラ、え、違うの。スマブラスマッシュブラザーズのなんかあるさ、うん、あれだ、プリ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 、これだ。それだ。そうそう、あのパンチするときに、はいはい、そう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 、プリってやってる。ゲージスマブラやりたい、もう帰っていいですか。あれ、あ、ちょっと待って、あと15分ある。スマブラハマった。でも私もハマったでしょ、うん、好きだった。あれでも今マーベル VS カプコンの方が俺は好きだな。マーベル、あー、あのアメコミのヒーローと、うん、カプコンのストリートファイターのリュウとか、うん、カプコンの出演者たち、うん、超魔界村のアーサーとか、うん、お、アーサーも使える。アーサーも出ますよ。すげえ。あとロックマンとか、うん、ロックマン X とか、ああ新しい方なんだね。そうそう、うん、あ、この話思い出しましたけど、うん、12月28日に、うん、あれありますよね、カプコンフェスティバルみたいな。へえ、そうなんだ。あのミュージックタウン音市場で、うんうん、そのカプコンのゲーム音楽をオーケストラで、うん、超見たい。やばくないですか。超見たい。へえ。けどこの日エイビックの忘年会だよ。あっ。サンチェスさん来ないとダメだよ。いや、ちょっと俺ダメだよ。やば、今度こそ来ないと。超行きたい。は、今ちょっとテンション落ちたな。ええー。だってこういうゲーム音楽をクラシックでオーケストラでやるってことないさ、うん、まあね、まして沖縄だよ。そうね、うん、聞いたことない。あ、そっか、忘年会か、うん。はあ、2つあったらいいのに ね、体が ね、上半身中半身。そ, それこそそうそうそう、上半身胴体下半身でしょ。あ、そうそうそう、胴体と下半身だけあの忘年会行ってもらって、上半身はちょっとこの音楽聞きに行くみたいな。やっぱ脳と耳がないと聞けないから。ダメダメ、下半身忘年会行ったらダメ。あ、ダメダメ、もうみんながこの胴体にビール注いでるみたいな。もう手もないからビール注いでどうぞみたいな。あの忘年会ゆうきちゃんいるから、ね、やば、下半身だけだと言ったら危ないっす、ね、ダメダメ、サンチェスさんの下半身あっち行ったらダメ。ダメだね。難しいな、うん、そう難しいね、うん、あ、メールも来てるのかな。あ、来てる、うん、来てらっしゃいますか。はい、うん、どちら様から、はい、どちら様から、ですね、はい、ラジオネームビンゴ、ビンゴさんさん、ほう、でいいのかな。はじめましてかな。はじめまして、はじめましてですね、うん、はじめまして、ポッポー。あ、ポッポーなんだ。え、そうだったっけ。それあったっけ。そんなのあった。あれ、やるって言ってなかった。あ、言ってたっけ。とりあえず、まあ、はじめまして。はじめまして、ポッポー。皆さん、こん、はじめまして。こん、はじめまして。心が悪いな。読みにく。さて、今日の議題ですが、うん、議題なんか堅苦しいな、急になんか、情緒不安定。さて、今日の議題ですが、FM ギノワに行くとき、国道58号線を通ってるんですが、はい、ある人には58号線を東に曲がって、坂道を登って、たどり着いたら周りには学校、裁判所、図書館などがあると教えてもらいました。はい、そこには一軒家を改造したような建物があり、早速そちらの関係者にご挨拶をさせていただいたのですが、はい、違う番組がやっていたとことで、やっとそちらがギノワンシティ FM だと気づきました。おおおお。あ、ありますよね。
あるんだ別で。あの新しいのが。ああ。あっち確か。ダネコじゃないの？え、そうそうそう。うん、あのあたりにありますよね。あるんだ。うんうん。結構議員さんのとかが、うん、あの番組パーソナリティされてたりとかしますよ。うんうん、後から FM ギノワンに行ったんですが、はい、すげえ遠かったな。まあまあね。すいませんね。来てくださいよ。いっぱいありますよ。すいませんね、ビンゴさん。ギノワンいいところですよ。そうだよ。ロケーションもいいですからね。ね、来てくださいよ。ね。うん、というか、うん、番組内容も盾も全然違うじゃん。以上、58にまつわる間違いエピソードでした。ビンゴさん。ビンゴさん。当たってないな、なんか。もう何も当たってないな。本当ですね。本当に当たってない。名前ビンゴなのにね。名前ビンゴなの当たらない。名前負けしてるじゃないですか。ビンゴさん。今日の議題はじゃん。硬いな。硬い。あ、でも面白いビンゴさん。いいな、ビンゴさん。いや、これからもよろしくお願いします。朝江川さん、間に合った、こんばんはっしょい。こんばんはっしょい。いつもありがとうございます。ありがとうございます。サロお兄さん、映画見るときはポップコーン食べます。あ、どうぞどうぞ食べてください。はい、はっちゃんとほみさん、下半身忘年会。いいっすよね、下半身忘年会。ダメダメダメ、危ないでしょ。誰が誰の下半身かわからんよ。ひとみ予想しないといけない。あ、上隠すの？上隠すんだ。うん、じゃあ上半身みんなないから。あ、そっか。ない。もう見てもらって。そう。だけ着てるの。この太ももの太さはあれかなとか。しかも喋らんからね、誰一人。喋らんか、そっか。上半身ないから。あ、動きとか、キノコ層とかで。そうそうそう。あの、あれか、イチクルンしてるかどうかとかね。そう、イチクルンしてるかどうかとか。ミキプルンみたいに言わないでほしいけど。あー、アホ、本当に。他には来てる？来てる、はっちゃんのほみさん。カプコンといえば、うん、浦沢かなさん。誰ですか？浦沢かなさん。誰だ？ん？わかんない。多分ストリートファイターに出てるキャラクターでしょう。そうなんだ。だろうね。いや、わかんない。強そうだね。浦沢かなさん。ほら、ケインさんが、いやいや、下半身忘年会危険やでって。響きは俺好きだよ。うん、響きは。あら、あ、ごめん、来週下半身忘年会だから。何やるわみたいな。怖い。何の忘年会よ。いや、もう、ちょっと友達…してて大丈夫かなって思ってしまうよ。あ、あと AKB ファンさんも来てるよ。あ、AKB ファンさん、うん、この間忘年会でお会いしましたけど、そう、全然どうでした？いい人っぽかった。いや、あの最初チャラくなかった。 AKB ファンさんトップバッターで歌うって聞いてたのに、うんうん、どこ、うん、いないよっていうぐらい、うん、チャラくなかったね。あの、まっすぐ真剣に乾杯を歌ってました、うん、乾杯真剣にシグナスさんと一緒に。で、エロザイルさんが三振弾いて、エロザイルさん、エコザイルさん、エロザイルさん、今わざとでしょ。そう、エコザイルさんね。エコザイルさんと、で、2番手が私が、うん、あの エコザイルさんが三振弾いて私が歌うってやつだったんだけど、うん、はい、で、その後にあの AKB ファンさんとちょっとお話しさせてもらったんですけど、全然、うんうん、あのね、チャラさの一かけらもない、ね、ないんだ、うん、あの、全然チャラくない、チョロい、チョロい、チョロい AKB ファンさん、チョロい AKB ファンさん、なんかチョロいってチョロチョロっつってね。そうそう、チョロチョロ AKB ファンチョロチョロそう、うん、結局ちょっとね、あんまりお話できなかったですけど、うん、また、あの FM 講座の忘年会の時にはいらっしゃったりとか、うん、あと、番組もやるんですよね、確か、FM 講座で。え、そうなんだ。うん、なんか前回も、うん、リスナーさん同士で FM 小座で番組やったみたいで、うんうん、とってもいい番組だったみたいですよ。私ちょっと聞き逃しちゃったんで、うんうん、今年は聞いてみたいなと思ってるんで、うん、頑張ってくださいね、うん、ぜひ聞いてみましょう、うん、聞いてみたい。はい、うん、はい、ということで、うん、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション有限会社 AVIC、 片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました。はい、今週最も面白かったリスナーさんに送る、びっくり賞の発表です。はい、今週はですね、サウロお兄さん、またサウロお兄さん、はい、サウロお兄さん、うん、すごいな。何、どのコメント、これちょっとポイント制なんで、うん、ポイント制、あのお風呂入ってるとか触りたいっていうのが細かく稼いでいったんだ、うん、確かにね、一応ポイント制になってますんで、稼いでるよね、うん、サウロさん、うん、一応ポイントカード後で発見しますんで、うん、あ、個人的にはケインさんもなんだけどな。あ、いいね、コインいつもくれるから。あ、なるほどいつもくれるからって元気、ダブル受賞でお願いしますダブル受賞でいいですか、うん、ケインさんとサウロお兄さんで。1枚しか持ってない。あ、ちょっと待って、あ、何ですかそれ、瞳の CD、 お、これあげましょうかね。お、あの赤柄
屋根の家。ケイさんは持ってますよ。あ、本当に？じゃあサウロ兄さん、サウロ兄さんに住所送ってください。本当？いいの？一応住所知ってるよ、サウロ兄さん。本当に？じゃあ送りますんで。送ります。はい、はい、で今週の視聴者プレゼントが、はい、ABIC から商品券1000円分を3名様にお送りします。はい、希望の方は abic@fmignewan.com に、お名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってくださいと。はい、そしてはい、次回のテーマのお時間です。はい、呼んでみましょう。やっぱりラッパリさん、どこにいる？あれ、ラッパリいないよ。あら、あ、いた。俺の後ろにいた。こんばんは、やっぱりラッパリです。今日声ふっと。早速弾いてください。はい、吹きよ、吹くよ。はい、吹きよって弾いて、弾きます。早っ、黒が出ました。はい、ということは次回のテーマ、チンポジにしたかったんですけど、なんでヒトミンがちょっと共感できないということで、まあ、チャレンジに変えます。いいね、うん、チャレンジ、チャレンジで、なんかチャレンジにまつわる話、まあ今年チャレンジしたこととか来年したいこととかでも、うん、いいね、ぜひぜひ聞かせてほしいですね。で、人参戻します。はい、あ、さようなら。久しぶりに声の太いラッパリさんでしたね。そうだね、やっぱ高みがいいな。ですね。もうなんかもう定着してるな。だからよ。もう定着してるんだよ。すごいもんね、あの、うん、アドリブ力。うん、でも耳痛くなるんだけど。うん、なんかうるさいんだよな。うるさいんだけど。基本的にうるさいんだよな。すごい、なんか今日静かだね。だからよね。ね。大丈夫ね。全然耳にストレスがない。だからよ。いやもうね、だって声のいいメンバーで揃ってますから、うん、そうだね。たまに否定しない。たまに高見すごい時あるからね。だからよ。すごい騒ぐからね。うるさいですよね。しかもそのポイントが分からんっていう、テンションが急に上がるから。しかも熱が入ったらギュンって上がるじゃないですか。そうそうそう。で、冷めるときはめっちゃ早いっていう、いきなり引くっていう、話聞かないっていう。わかる。もう後半話聞いてないっていう。わかる。あー、もうこんな時間だよ、はい、早いね。あっという間に。今日も皆さんありがとうございました。うん、ました。コメントも、うん、来週も聞いてください。はい、ということでお送りしたのはバナとヒトミンとサンチェスでした。はい、周波数はそのままで引き続き FM ギノワをお聞きください。はい、それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。 Say goodbye。 あと1日頑張って。 Say goodbye。 はい、お疲れでしょう。パターンのところでなんかちょっとフェードアウトしてフェードアウトしちゃった。いつもギリギリなんです。あ、これちょっと。